平野紫耀の愛される一面、ぽっちゃり好きアピールでファンの心をつかむ。元キング・アンド・ピスのメンバーであり、滝沢秀明氏の代表するアーティストプロデュース会社戸辺のタレントとして芸能活動を再開した平野紫耀。彼の魅力的な一面がインスタグラムを通じて徐々に明らかになってきました。特に、 ぽっちゃり好きアピールによってファンの心を引き寄せている様子が伝えられています。彼が7月26日に行ったインスタグラムのストーリーズ機能での質問回答が多くの注目を浴びました。その中で平野紫耀がぽっちゃりした女性を好きであることを強調したことが話題となりました。彼は質問に対してぽっちゃり好きという自身の思考を打ち明け、 これによって多くの反響を呼んでいます。平野志陽がインスタグラムの個人アカウントを開設した後、ファンからの質問に積極的に答える姿勢がファンの心をつかんでいます。その中で彼は、おじさん友達、という年上の友人に対する愛情を明かし彼らの存在が自身の発散や仕事への専念に大きな影響を与えていることを述べています。 このような率直な一面は、ファンとの距離を縮める一助となっているようです。彼のファンからの質問に対する返答には、彼の人柄がにじみ出ています。例えば、リッツピアス開けてる女どう思うという質問に対して俺は全然ピアス開いてようが全然気にしないという前向きな答えを返しています。このようなオープンな姿勢は、平野仕様の魅力を感じさせます。 彼の愛される要因の一つは、ファンとの交流に真剣な姿勢を持っていることです。彼は、ある日の質問回答で、なるべくギリまで一緒にいよう、と述べ、ファンとのコミュニケーションを大切にする姿勢を示しました。さらに、胸キュンワードを交えたサービス精神によって、ファンからの喜びの声が上がっています。一つのエピソードとして挙げられるのは、 彼のガリガリ自称するファンに対する温かい対応です。ファンが私ガリガリやねん。あかんやんなという質問を投げかけると彼は大丈夫。俺がポっちやりにしてあげるよと返答。さらに何を食べたいかや好みの食べ物について質問するなどその人柄を存分に表現しています。彼の ぽっちゃり好き、アピールは以前からのものであることが明らかになっています。2019年3月に放送されたトーク番組、オシャレイズム、日本テレビ系では、ぽっちゃりした女性が好きという告白をしたことが紹介されています。また、彼が憧れる女性として名前を挙げたお笑いコンビおかずクラブの UEP に対しては、ハグをしてみたい。 とリクエストし、その場で照れつつも彼女の胸にライブする姿勢を見せました。平野仕様はこれまでの質問回答でもぽっちゃり好きであることを繰り返し示してきました。彼の愛情深い言葉や行動はファンの間で彼の存在を特別なものとして感じさせ、彼との一体感を強めています。今後も彼の SNS へで ごっちゃりに関する質問が寄せられることは間違いありません。それは彼のファンとの交流が続く限り彼の魅力的な一面を引き出す要因となるでしょう。平野耀の人柄と愛される姿勢はファンにとって心温まる存在として長く愛され続けることでしょう。